中国東部江蘇省の高速道路でバスが黒い煙を上げて炎上しています走行中に床下にある電気コードから突然火が出たということです乗客29人は道路脇の林の中に避難しましたこちらは南部湖南省街中を燃え盛るタクシーが走り周囲の人々が逃げ惑っています燃料は天然ガスで自然に発火したということです 大型連休で長距離を移動する車が増えていて当局は運転する前に車をチェックするよう呼びかけています。